We don't need a destination. Let's go where the river's taking us. Mm-hmm. Over fields and through the cold. おはようございます。フォトレシオでございます。ご覧ください。海です。眩しいな。ちょっと飛び気味かな。もうちょっと絞ろうか。はい。おはようございます。フォトレシオです。海です。海におります。はい。実はね、まあ、旅行に来ておりまして、今はフェリーの上です。フェリー道後というですね、東京と北九州を結ぶフェリーの船上に船の上の人でございます。はい。で、昨日からね、この FX30 でいろいろと撮っているんですけども、昨日の動画のね、後半が音がね、入ってなくて、全く原因がよくわかんないですけど、もしかすると、このソニー機あるあるな、過ちを何か犯してるかもしれないんですけど、今のところ全く原因がわからない。ね、昨日のハイライトが結構取れてないというかね、音がないという状態になってまして、まあ、今後はちょっと気をつけたいと思います。ちゃんと、ね、メーターが触れてるか、なんで取れてないか分かんないんだよね。ずっとこの紙マイクとか B10 をねつけっぱなしにしてたんですけど、あの音が入ってないクリップがあって、意味が全く分からないということで、それで、まあ、今後ね FX30 をこの旅で使っていく上でいろいろとねこう試していかないといけない、これからどんどん仲良くなっていこうということで、今日はまずこの今の組み合わせは FX30 に1020です。1020をつけておりますので、まあ、手ブレ補正はね電子手ブレ補正に頼らざるを得ないということなので、この電子手ブレ補正の、ね、機器をちょっといろいろと確認してみたいと思います。はい、現在これねアクティブ手ブレ補正でございます。アクティブ手ブレ補正でちょっとガンガンとアクティブ手ブレ補正の状態なので、これでガンガン歩いてみたいと思います。はい、これがアクティブ手ブレ補正の自撮りですね。レンズはワイタンで撮ってます。どうでしょうか、まあ、画面を見る限りはそんなに、ね、悪くないというか、でワイタン 10mm なので換算 15mm ですけど、まあ、全然いいね。そのなんか周囲がワオワオするこんにゃくっぽくもならないので、わかんないな、それはでも実際のデータ見てみないとわかんないですね。はい、ちょっとこうやってぐるぐると回ってみますよ。いやー、はい、じゃあちょっと手ブレ補正のモードを切り替えてみましょう。手ブレ補正をスタンダードにしますね。はい、これがスタンダードでございます。画角そんな変わんないよね。アクティブ、あ、ちょっと変わるか。ちょっと待って、どのぐらい変わるのかな。まあ、全然変わらないじゃん。スタンダード、アクティブで切っても画角が変わらないんだね。ちょっとスタンダードでも歩いてみます。これがスタンダードじゃん。でこれは今カメラの下にね、あのちっちゃい三脚つけて、それをグリップ代わりにして持ってます。シューティンググリップ代わりにして持ってます。純正のシューティンググリップではないですね。はい、どうでしょうか。はい、こんな感じ。いやーマジ気持ちいいんだわ。っていうかね、暑い。陸地からねそんなに離れてないと思うんですけど、もう暑いですね。まあ、まだ8時前なんですけど、めちゃくちゃ気持ちいい。こんな感じです。これどうかな、ちょっと後でね比べてみますけど、これはアクティブ手ブレ補正のまんまでいいんじゃないかな。うん、はい、しばらくちょっとこれで撮ってみたいと思います。その他の設定はまだね、あの全然煮詰めてないので、ちょっとモードの考え方がいまいちこのカメラまだ分かってないので動画モードで撮ってますけど、ということで、旅の間にねこの FX30 とめちゃくちゃ仲良くなっていい絵が撮れるようになって帰りたいと思います。ちょっとね戦場でね、あんまり作業とかもできないので、まあ、今日はこの辺で、一発目ということで
ご勘弁ください。それでは行ってきます。